もっともっと強くなる一方で、でもこの確実にあの頃の夢が今このロンドンからまた始まるっていう、このシェファーズ・ロスシュライブ、ここが本当のスタートだったかなと思いますね。毎日がいろんな驚きの連続だし、いろんな経験、30年間日本で頑張ってきた思いと、そしてこれから踏ん張るぞという思いと、なんかすごく自分の中で強いエネルギーになっているのを感じますね。